テム禁止一度にすることで一回もダメージを受けないゴールってことなんだけど、これアイテムを通っちゃうと多分ね、最後のところで針になってて、それで1マスしか進めないみたいな感じだから、1マスのこのノーマル状態じゃないとクリアできないみたいな感じの作りになってると思うんだけど、多分ね、これズルできると思うんだよな。とりあえずアイテム取っちゃうわ。取っちゃってもね、一応最後までみんな見せていきたいと思います。で、こう行きまして、まあ、とりあえず普通の一の一だね。で、最後のところこういう感じになってるのよ。針になってるから、ノーマルの状態だと1マスマリオだから、その1マスの1マス下のところ通れるんだけど、少しでもアイテム取っちゃうと2マスになっちゃうから、もうそれでダメージを食らうしかなくなって、ダメージを食らうと、この条件を達成できなくなるからクリアできないみたいな感じになると思うんだけど、このブロックがめちゃくちゃ邪魔になるから、とりあえずアイテムいっぱい取りまくって、このブロックを取りまくって、時間のロスをね、なくしていきたいと思います。スカマリオ状態だとスター取れないから、とりあえずこの USA キノコを取りまして、取ったら、このスターを取っちゃいまして、スタートしたら猛ダッシュ、とりあえずスターが切れる前に猛ダッシュ、猛ダッシュ、猛ダッシュして、猛ダッシュして、あ、べべべべ、引っかかっちゃうけど大丈夫か。おー、はい、ゴールありがとうございます。